うんうん、カラーエクステとかであんまりオレンジとか黄色つけちゃうとオーブンっぽくなっちゃうから、うんうん、使ったことある色で、うん、なんとなく新しいの見ると、うん、あ、これ使ってみたいって思うけど、うんうん、やっぱりこうしてみると、うん、イエローって、うん、いい、いい、うん、皆さんこんにちは、パリジェネラシュリストの清水さやかです。ソイくんです、よろしくお願いします。今日は、私が今気になっているメイクを、まあ、ムロさんにやってもらいたいと思ってるんですけど、やっぱりいろいろメイク動画を撮ってくる中でちょっとチャレンジしたいなと思ったこのメイクを、皆さんにご紹介したいと思います。なんかこの間言ってたじゃないですか、うん、なんかこう色使いたいとか色使いたい、そう、上半期ベスコスの YouTube 撮った時にナポリタンつけてもらったナポリタンの、ね、ナポリタンの色、オレンジ色ね、そう、あれつけたらすごい時間とともに、うん、なんかすごいやっぱおしゃれっていうか、うん、抜け感があるっていうか、すごい気に入ってましたもんね、うんうん、で私のねファッションもねこの 2,3 年でどん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 シンプルになってってるんですよ、うん、一色とか、やっぱなんかその全身の中で、うん、なんかやっぱり一箇所だったりとか、うん、新しいチャレンジすると、うん、また楽しくなるのかなと思って。確かにやっぱり自分の好みというか好きなものは決まっちゃいますもんね、うんうんうん、そう、最近ねちょっと黄色が気になる、うん、黄色っていうかイエロー系、なんかちょっとやっぱりおしゃれな感じするの。おしゃれですよね、うん、カメレオンカラーというか。やだその例え、カメレオン、でも本当本当カメレオンカラーって、うんうんうん、例えば、うん、フレッシュにも転べる、もちろんそれヘルシーね、フレッシュにも転べるし、あとはキュート可愛くも転べる、あとはスタイリッシュにも転べるっていう、うん、割と使い方によってはどんなイメージにもなっちゃう、うんうん、でもいける、うん、カラーエクステとかであんまりオレンジとか黄色つけちゃうと、うんうん、オーブンっぽくなっちゃうから、うんうんうん、なしかなと思ったんだけど、うん、メイクだったらすごいありなんだなと思って。ありですね、 そんな難しく考えずに使ってもらった方が簡単にできます、うんうん、スタイリッシュな黄色がいい、うん、で黄色のイメージって何ですか、うん、どんな黄色、外国の都会を歩いてそうな、このあのブリブリな感じじゃなくてね、そう、うん、今回はちょっとおしゃれに、うん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 、なんかスタイリッシュかっこいい、うん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 、でいい女に見えそうな感じなので、うんうんうん、ちょっとこの黄色をメインに使っていこうかな、スリーのね、スリーのこれアイシャドウ、アイシャドウ、くすんだ黄色、黄色が苦手な人の場合は、うん、少しくすみ系の黄色を最初に選んでもらうと使いやすい、うんうんうん、じゃこの色をメインにしてやっていきます。はい、いきなり行くんだ、それ、いきなりこういう色です。はい、ちょっとからし、綺麗な色なんですよ、ナポリタンにからしに、そう、まず目のところに置いたら、うん、軽くこれだけでも黄色が本当だ、この状態でも十分もう陰影はできて綺麗なんですけども、うんうんうん、これだけだとどうしても黄色っていうのが目に来てしまうので、うんうんうん、もう一つの色がすごく大事で、うんうん、例えば黄色を使ってアイラインをブラウンにしたり、うんうんうん、例えばこの間やったみたいにネイビーのマスカラにしたりっていうのもあるんだけども、例えば黄色に合わせるブラウンがオレンジっぽいブラウンだとヘルシーになるし、うん、今回は少しだけ青みのあるブラウンを合わせていきます、うん、そうすることによって、うん、スタイリッシュさと、うん、女っぽさというか、うんうんうん、そういったものができてくるので、うん、それをちょっと合わせていきます、はい、今ベースとして目を開いた状態の時にイエローが乗ってます、うん、そしたら簡単、あとはその内側の部分にその今のブラウンを少し忍ばせるというか、うんうんうん、自然に、はい、二重の幅までいかずちょっと際のところに乗せていく、うんうん、二重の幅まで行き過ぎてしまうと、うん、どうしても、うん、なんすか、重くなっちゃうので、うんうんうん、だから二重の幅で自然に消えるというか、うんうん、ここは頑張って入れるというよりも、うん、黄色があります、うん、黄色があります、そしたら黄色の半分くらいに軽くその色を乗せてあげるくらいのニュアンスをつけてあげるくらい、うんうんうん、やっぱりなんだろう、3つくらい持っててよくないですか、うん、定番と、うん、ちょっとなんていうの、フレッシュバージョンと色っぽいバージョンとか、うん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 、春の時点から割と色イエローっていうのが結構出てて、そうだよね、今年っぽいよね、すごい。でもそれ十分夏でも使えるんで、うん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 、ではい、これで見て、今見て深みがあるんだけど簡単でしょ、うん、イエローの中に半分くらいブラウンをそっと仕込むだけ、うん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 、そしたら
また同じなんだけど、ちょっと今度ね、下まぶた、下まぶたの際の部分も同じようにイエローを乗せていく、この時もちょっと意識してほしいのは、細いチップ幅くらいスッとイエローを感じさせる。そしたら、イエローは少し大胆に使ってもらった方が断然かっこいいです、あの中途半端になんとなく使ってんの使ってないのみたいなよりも、大胆に使ってもらった方がかっこいい。そしたら、さっきと同じように際にね、際の部分にブラウンを入れてもらう、もうこれだけ。ほら締まりましたね。締まりましたね。やっぱりこうしてみると、イエローっていい、マスカラは、ブラックでもいいんだけども、少しおしゃれな抜け感というか、ブラウンをのせることによって、よりなんていうのかな、自然に馴染む、ブラウンのシャドウに馴染むので、今回は少しこういうふうにちょっとだけ赤みのあるブラウンのマスカラを塗っていきます。根元しっかり上げてあげるような感じで、ラフに自然に。これがね、頑張りすぎて、なんか盛りすぎちゃったりすると途端に重たい目元になっちゃうから、色味の効果、イエローの効果がもう十分あるから、ここはさらっと目力をつけてあげるくらいな感じ、今ね、固めだけやりましたけど、全然違いますね。どう？なんかね、あの黄色だけの時にふわーってやっぱりなんかこうおしゃれ感が出てきて、で茶色やったことによって多分、明るい色に抵抗ある人ってやっぱ目を大きく見せたいと思ってると思うから、メイクって、だからなんかやっぱり濃い色の方が大きくなる気がして心配だと思うけど、ちゃんと上も下もその茶色で締めてあげることによってちゃんと目力出せるんだなと思ったら、調整しやすいですよね。しやすい、しやすい、でしかも簡単。最初に、目開いて、あの時に見えるところの範囲までイエローを塗ってしまう、その内側に、例えばブラウン、自分のなりたいイメージのブラウン、例えばこんな濃くなりたかったら少し青みのブラウンだし、フレッシュだったらオレンジ寄りのブラウンだし、あとちょっとエレガントというかちょっとかっこよく行きたかったら、あのスモーキーなものを乗せてもらっても全然大丈夫だしっていうところで、そういう使い方してもらえると黄色って割と、すんなり使える。で下も同じ黄色を敷いて内側、まつげとまつげの間を縫うようにブラウンを使ってもらうと、結構下大事ですよね。その黄色感がこうふわって全体に、あのね、僕今までいろいろやってきたけど、やっぱり黄色は特に囲んであげた方が様になる。なるほど。あの上だけにボーンと色がのせるよりも下にも少し色を感じてあげた方がかっこよく決まる。はい、どうですか。なんか今ちゃちゃっと終わっちゃったけど、どうですか。簡単ですよね。すごい仕上がった。自分でもできそうじゃない。ピピッと、ね、ぜひ。で今度このイエローのメイクをするし、した時ってバランスって口紅とかってやっぱすごく重要で、色の与える重さっていうかこのインパクトがあるので、どっちもどっちものインパクトになっちゃうと顔が重くなっちゃうので、今日の目はこちらからね。今回はちょっと女性らしい色、なんかねすごいいい色で、ピンクなのかオレンジなのか赤なのかっていうちょっと曖昧なすごい綺麗な色なんですけども、こっちの色をちょっと合わせていきます。ちょっとスタイリッシュな目元に、ここはちょっとだけ女っぽいというか、女っぽいと言っても品性のある女っぽさみたいなカラーを持ってきてあげるとすごくバランスが取れます。はい、メイクの楽しさってこういうとこ、なんかやっぱりちょっとやってみたかったらやればいい。そうですね、使ったことある色で、なんとなく新しいの見ると、あ、これ使ってみたいって思うけど、なんかやっぱパーソナリティに合わせてこう、そうだね、自分の中での安牌じゃないものってどうしても買うときに迷ってしまう、やっぱり失敗したらどうだろうとか思うんだったら、もう買っちゃったんだからそれを使いこなそうと思っちゃった方がいい。なるほどね。どうですか。おお、すごい、すごい似合ってる。すんごい簡単にちゃちゃってやったのに結構効果絶大ですよね。なんかやっぱりちょっと色っぽくなった。あと抜け感があるし、田舎臭くない。いや、もともと田舎臭くはない大丈夫ですよ。
皆さんいかがでしたでしょうか。初挑戦だったんですけど、個人的には垢抜けたかなと思います。皆さんもぜひやってみてください。ありがとうございました。皆さんいかがでしたでしょうか。最後まで見ていただいてありがとうございます。このチャンネルではパリにちなんだこととか、目元にちなんだことだったりとか、アイメイクとか、そういった部分の情報をたくさん発信していきたいと思うので、よかったらチャンネル登録してください。また次の動画でお会いできたらと思います。さようなら。